スタジオリバーサイド。はい、こんばんは。かっこいいギタリストの竹下敦です。今日はね、ギターの試奏試し弾きねの時の自分なりの決めてることがあるんで、ちょっとそれをお話ししたいと思います。で、ね、私ね、いつもここにね、お守りについたネックレスしてるんですよ。で、こうギターを試奏するときにね、このままだとこの裏に傷をつけちゃうでしょ。だから必ずここにこういうふうにしまって、それからこういうふうに弾くわけですよ。で、自分なりの、ありがとうございます。自分なりの、ね、決め事として3回、まあ、同じギターをね3回試奏試し弾きしてみて決めるっていうのを決めてるんですよ。そうじゃないとやっぱりお店の方にも失礼でしょ。一度すごくね言われてカチンときたのが、買う気あるんですかって言われたんですよ、店員さんにね。でこんな失礼な話じゃないんだってね、買う気もないのに試し弾きするほど、そういう安っぽいギタリストに見られたのかなっていうのが悔しかったのと、まあはっきり言うとこいつ全然分かってねえなと。そこのテンポで、そこの会社は大好きだけど、こいつからギターを買うことは絶対ないなと思いましたね。ギタリストってやっぱ佇まいでしょ。全然ね、佇まいとしてなってないの。客商売だから、お客さんが入ってきた時に思わず「いらっしゃいませ」とかね言っちゃう人って素敵だと思うんですよ。で入ってきて「どうもお邪魔します」って来て、ギターこう見てね、あ、すいません、ちょっとこの子を弾いてみたいんですけどって言った時に、まあ大体ギターパッと受け取ってほいって構えた時に、大体その人の技量ってわかるじゃないですか。で、なるべく嫌な思いしないためには、嫌だなって思った人とは付き合わないことですね。で、大体ね、不思議なことにね、名前が3文字の人と、趣味とかね、物事がこううまくコミュニケーションが取れる可能性が高い、まあ、確率が高い。で、俺の場合だと淳ですけど、まあ、女性の友達でも、3文字だとなぜかうまくいく。こういうのはね、不思議な、もうこれはもう数字で表れてることなんで、なぜか3文字だとやっぱり淳呼びやすいわけですね。さやかとかね。あのね、やっぱりね、たた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 たっていうのはね、やっぱり人間音から入ることが多いんで、たた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 たっていろんなことがやっぱ三拍子でこう物事進んでいくんですよ。だから、自分は淳でよかったと思うし、やっぱり3って不思議な数字ですね。あれ何の話してたんだ、忘れちゃったけど、あ、思想の時ね、店員さんすごく楽器を愛してるんで、試し弾きする時はね、本当に丁寧に扱って、まあ、こういうネックレスなんかしてたりとか、あと指輪してたりね、私はこっちに指に指輪してますけど、できるだけ丁寧に扱って、
本当に買う気がないんだったら絶対そうしないでください。店員さんもね、お客さんがね弾いた後でギター吹いたりね、ちょっとした傷リペアしたりとか大変なんで、その辺を考えて、ぜひギターを選んでください。私は、黒沢楽器さんが好きなんで、黒沢楽器さんで、ほぼギターを買ってます。それでは、ギタリストの竹下敦史でした。